虎の花ヒゲリンカスパーブラウニーロームイシュルトは、かやつり草科の植物の一つ。根質葉を持ち、長い茎の先に多数の小棒をまばらにつける。多年生の草本。保福枝は出さず、株立ちになる。根質葉を出し、葉は細くて、幅2から3ミリメートル、やや硬い。花期は8から10月。花形は細くて鈍い量があり、 長さ50から1 0 0センチメートルになるが、先端は緩やかに垂れる。果女は、副参棒状で、それを、複数個、一つの家系にやや離れてつける。コボは分子した枝の先に、それぞれ単独で、あるいは2個程度まとまってつける。コボは楕円型で、長さ4から 5mm、脳褐色で、少数の輪ペンを、螺旋状につけ、1から2個の小花を含む。輪ペンは、 果実よりやや長くて、卵径、先端から中脈が突出してやや長いのぎとなる。果実は東卵型で、長さ2ミリメートル、表面には横島のような模様がある。果中の基部は円錐型に膨らむ。果実の周辺には火比に由来する針状突起があり、その長さは果実と同程度かやや長く、ルーペでは見えない程度の小さな突起が並ぶ。和名は、 トラの花ひげの意で、犬の花ひげが細い植物体を犬のひげに見立てたのに対して、犬とトラを対比させて命名したものだと命名した、牧野が自ら記している。日本では、本州中部以西から四国、九州、南西諸島に見られ、国外では、台湾、中国南部、インドシナ、インド、マレーシア、アフリカなど旧世界の熱帯から熱帯域に広い、分布を持つ。なお、 環境省のレッドデータでは、指定がないが、愛知や京都、大分で、絶滅危惧愛類,類に、三重、京都、兵庫、沖縄などで、絶滅危惧通類に指定されている。大阪府は野生絶滅とのこと、明るく湿潤な場所に生える。星の他は、海岸近くの日当たりの良い湿地と述べ、愛知のレッドデータブックでは、流水湿地で湿地の縁に出現する、胸の記述がある。 この属には日本に10種ばかりがあるが、他の種では、コボが大きな登場になるか、分かれた枝先に数個ずつ登場に集まり、この種のようにバラバラに生ずるものは他にない。以下、種として、星のほか、P532 初島 P729 巻きの P775 日本のレッドデータ検索システム、虎の花ひげ、ありがとうございます。